井端の守備評価わらわら。井端さんの守備評価、セリーグまとめ。門脇とかいないな、夏の時点のやつか。なんかいろいろおかしくない。一番高いの中田翔の98点なのくさ。まあファーストだからってことだろうが。ブリンソン0点、測定不能らしい。しかもと低いの納得いかない。島田のが上は草生える。範囲広いけど肩弱いのは井端的に低評価らしい。ポジション別だとしても見えせすに負ける大島笑う。まあ井端の本職の二遊間以外はそんなやろ。中日の二遊間は75点とかでいいと思うけど、菊池98点で吉川90点なんや。そんな差あるんか。牧って結構守備評価も高いんだな。6月と7月と8月の撮影やなこれ。門脇どう評価するんか見たかった。外野結構適当やなこれ。え、これほんまに井端がつけたんか。 YouTube でセゼン球団分やってたで。エアプ並みのとこちらほらあるな。点数とか不満出て当然だけども、そう思ったらパワプロとかすげえよな。割と適当で草。